アリオダンテ、アリオダンテ、アリオダンテ、HWV33 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1734年に作曲し、翌年ロンドンで上演されたイタリア語のオペラセリア。台本作家は不明だが、アリオストのクルエル・オルランドに出てくるアリオダンテとジネブラの物語に基づいてが書いた、スコットランド王女ジネブラが元になっている。ヘンデルはクルエル・オルランドを元にして、 オルランド、本作、および、アルチーナの三つのオペラを書いている。原作はシェイクスピア、カラ騒ぎの、本案元でもあり、両者には共通点が多い。また、メイウール、アリオダン、1799, マイール、ジネブラディスコツヤ、1801も同じ話を元にしたオペである。ヘンデルのオペラは、その没後は忘れられたが、20世紀になって、 復活上演されている。ヘンデルはと協力して1729年から5年間の契約でオペラを上演した。しかし、1733年にはライバルの貴族オペラが結成される。さらに1734年には契約が切れたヘイマーケット劇場をハイデッガーが貴族オペラに引き渡してしまう。同年10月、貴族オペラはハッセのオペラ。 アルタセルセを上演し、カストラートのファリネッリの声が大変な人気を呼んだ。これに対し、ヘンデルは、ジョン・リッチが新しく建設したコベントガーデンに移り、オペラ、アリオダンテ及び、アルチーナを作曲した。アリオダンテは1734年8月12日から10月24日までかけて作曲し、翌1735年1月8日に初演された。 当時リッチと契約を結んでいたマリーされのバレエ一座のために、ヘンデルは、バレエ、テルプシコーレとオレステを作り、また、アリオダンテとアルチーナにもされのバレエを加えた。アリオダンテはシーズン中に11回上演されたが、客の入りは良くなかった。1736年5月にも新作オペラ、アタランタが完成するまでの繋ぎとして2回、再演された。 曲は、戦律的でソプラノ、メゾソプラノ、テノール、バスの4社すべてに、十分な役割を与えられているため、ヘンデルのオペラの中では最も親しみやすいものの、一つである。第2幕の、スケルゼェインフィーダ、長笑声よ、不実な女よ、第3幕の、ドポノって、夜の後、いずれもアリオダンテのアリアなどいくつかの曲は、単独で、コンサートで歌われることがある。トランペットに、 リコーダーに、フルートに、オーボエに、ファゴット、バイオリン、弦、通奏低音。初演では、主役のアリオダンテを、新たに、イタリアからやってきた目玉歌手であるカストラートのが、歌った。ポリネッソは、スコットランド王の地位を得るために、ジネブラに求婚するが、ジネブラはすでに、アリオダンテと、相思相愛の中であり、すげなく断られる。しかし、ジネブラの友人であるダリンダは、 ポリネッソを好ましく思っていた。そのことに気づいたポリネッソは、ダリンダを利用して、ジネブラとアリオダンテの中を引き裂こうと計画を立てる。アリオダンテが登場し、ジネブラと愛の二重唱を歌う。スコットランド王は、アリオダンテをジネブラの婚約者と認め、スコットランドの王位継承者とする。ポリネッソは、ダリンダにジネブラの服装をするように言う。一方、 アリオダンテの弟のルルカニオはダリンダに求愛し、ダリンダは板挟みになって悩む。アリオダンテとジネブラが再登場し、喜びの二重賞は合唱に発展する。夜、ポリネッソはアリオダンテにジネブラが不誠実だと語り、アリオダンテを怒らせる。しかし庭の塔のところにジネブラの服を着たダリンダが男と会っているのをアリオダンテは目撃する。アリオダンテは ジネブラが別な愛人を持っていると思い込み、自殺を図るが、隠れて様子を見ていたルルカニオに止められる。翌日、王の元にオドアルドがやってきて、アリオダンテが受水自殺したと告げる。ルルカニオは自殺の原因がジネブラにあると主張する。王はジネブラがもはや自分の娘ではないと宣言し、ジネブラは狂乱に陥る。 アリオダンテは死にきれず、目を覚ます。そこへポリネッソの死角に追われるダリンダがやってきて、アリオダンテに助けられる。ダリンダは公爵に騙されたと言い,い、一部始終を明かす。ルルカニオがジネブラの擁護者と決闘することで、彼女の罪を決定することになる。ポリネッソが擁護者側に立つが、ルルカニオに刺される。王は自らジネブラの擁護者として、戦おうとするが、その時に、 アリオダンテとダリンダが現れて、事実を告げる。オドワルドもやってきて、瀕死のポリネッソも自らの罪を認めたと伝える。ドル,ルカニオは再びダリンダに愛を告げ、二人は喜びの二重唱を歌う。告知されたジネブラは、状況を知ることなく、悲しみに沈んでいたが、急にラッパの音が聞こえ、王によって無実であることを告げられる。アリオダンテとも再会して二重唱を歌う。 祝福の合唱によって幕が降りる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。